はいどうも、ケイキングです。今日ですね、ロマンシングサガ2、続きやっていこうと思うんですが、今日はですね、まあワグナス戦に向けての、まあイベントをね、ちょっと進めていこうかなと思います。で、前回、まあ準備ね、技とか、術とかのね、準備はしておきますという話をしたんですが、まあ今はね、まあ技はこんな感じになってます。無名剣とかね、もうひらめいてるんですが、まあ持ってきてないです。うん。まあ持ってくるの忘れたというのが正しいね。持ってきてないです。そして、一応まあこんな感じやね。はい。あと、ギョルグはこんな感じになってます。まあだいぶね、強いですよ。うん。まあちょっとこれでいいかな。一個開けとくわ。そして、術なんですが、術はね、はい、こんな感じ。まあリバイバー手に入れてます。まあ、ワグナス戦の準備はもうバッチリですね。まあ、それ以外も、正直ね、まあ、技欲しいやつとかもう揃ってます。はい。ということで、やっていきましょう。で、ここはもう何回かね、来たんですが、まあ、ちょっと前かな、イベントあったとこなんですが、進めていきます。まあ、ワグナスの話、その時もね、ちらっと出てたと思うんですが、はい。敵を討つのにということで、これで話すと、城がね、出てくるので、まあ、そこに向かう。ちょっと待ってよ。順番。ちょっと順番変えとこう。よし。これでいいかな。はい。これでいきます。OK。まあ、敵全然戦ってもいいんでね。まあ、ちょっと技とかね、まあ、強さ、こんな感じになったよっていうのをね、見せつつ、お見せつつね、やっていきたいので、もうガンガン使ってやろうかな。うん、ガンガンちょっと、ゲオルグのやっぱ強さとかもね、見せたいですし、やっぱリーユニバースをさ、リーユニバースからね、で、ゲオルグを知った方はさ、ゲオルグ、いや、持ってるけど、忘れてる方の方が多いかもしれない。ね、多いかもしれないですよね。まあそんな感じですが、ちょっと俺がね、ゲオルグの強さ、まあ主役はゲオルグやね。お見せしたい。で、ゲオルグ、このロマサガ2で話すとね、斧のひらめき、非常にまあ優秀なんですよ。なので、まあ、ゲオルグ、まあ、せっかく仲間にしたんでね。そういうのはね、もうある程度っていうかもうほぼほぼ、ひらめいてます。技持ってます。さあ行きましょう。まあ、ちょっとこう今見てるとさ、ね、この陰陽師がちょっと強いっていう話あるんですけどね。正直ね。めちゃくちゃ強いやんつってね。まあ全体でやっぱね、その、まあ、全体攻撃やっぱ強いんですよ。さあ、ここは、まあここも全体でちょっと押しつつやっていきますね。まあ一応宝も回収して、さあ終わりと。よし、こっち行きます。さあ戦っていこう。まあこれも全体術で終わっちゃいますね。はい、これで終わりと。まあどんどん進んでいきましょう。お、術のレベルアップ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。さあ来た。めちゃくちゃ戦いやすくなりました、これ。このパーティーね。で、一応、次回ですね、ワグナスと戦って、まあ4人目ですね、これでね。で、残りはノエル、ダンターグ、そしてクジンシアね。はい、進んでいきましょう。まあ最終メンバーとかはね、まだ考えてないです。どうしようかなっていうのね。
オッケー、来たね。さあ、じゃあ戦おう。まあ、術パとかでもいいですね。オッケー、終わりと。さあ、進もう。宝一つあるんで、ちょっとそれを回収してやな。この宝何やったっけ？うん、まあ進もう。だいたいね、忘れてるときは、ここの宝何だったかなっていうときは金なんよね。だいたい。だいたいそうですよね。装備関係覚えてますもんね。まあ装備でも使わない装備かね。うん、それも覚えてないね。まあロマサガ2はね、やっぱちょこちょこやるんでね。もう宝とかも正直覚えてますね、場所。ね、いい感じですね、今進んできたので。うん、まあ七英雄もね、まあ4体目見えて、まあその後はまあポンポンと、倒していくので、まあそろそろサガフローですかね、やっていこうかなと思います。あとはね、ほんとね、忘れてるのは、もう完全にってかね、まあ、若干ちょこちょこはもちろん覚えてるんですが、忘れたのはやっぱアンサガですよね。うん、アンサガちょっと忘れたんですよね。ただ今持ってて、動画撮ることもできるので、まあ、アンサガちょこっとやってもいいよね。あー、金か。やっぱり金か。そうかそうかそうか。まあまあ、まあでももうそんな、いらんちゃいらん。あ、いるか。まだいるわ。まあ、合成術作るのに、ちょっと必要ですね。まあ、必要ってかさ、それもさ、使いたい術ってね、まあ、何個かですからね。オッケー、ザクザクっと。サガフロはね、一応ロボ予定でやります。まあぼちぼち動画ね出していきたいなと思います。まあシリーズちょっと迷ったんですけどね、一応手元にね結構ロマサガはあるので、進もう。まあサガフロ2ミンサガとかもね、ありますし。で、アンサガとさ、サガスカーレットグレイスもありますし。まあ、3はリメイク、来てからと。OK。進んでいきましょう。うん、来るよね。はい、進んでいきます。はい、じゃあ降りて、来ましたね。さあ、ちょっとこの辺やっつけましょうか。やっつけて、よし、これでいいかな。3000、いいダメージ出てますね。そして、OK、いい感じ。HP アップと。さあ、どんどん進んでいきましょう。お、これはさ、あれじゃない？ちょっと、ゲオルグさんのいいとこ、見せるときたね、これ。行きましょう。多分残るやろ、ゲオルグまで。3000やろ？ 3000 で。いや、残るよな、これ。さあ、オラオラでどうかな。さあ、残った、来た、ナブラ。
さすが。さすが、ゲオルグ。強いわ。やっぱ違うでしょ？一味も二味も違う。じゃあ、皇帝の敵戦っていきたいなと思います。お前がワグナスか？お前の相手なぞ、なさるか、バカ者。うん。これ、いつもパターン違います。今回はこの2体か。あ、使えんか。ならまあ、こっちいいかな。はい、これで。まあ、普通に、そこら辺の敵とね、何も変わりないっていうね。はい、終わりましたね。なかなかやるな。だが本番はこれからだぞ。ワグナス、待て！出てきましたね、ワグナスね。城が消えた。ここにあったはずのね、城が、なくなったと。宝がこっちにあるんで、それだけちょっと回収しておこう。はい、ここですね。28万か。うん。で、ここはですね、もう用事はないです。あとはもう出るだけ。じゃあちょっと外ね、出てみます。はい、出ますね。そうすると、ここですね。はい。ここ。なんか浮いてるね、まあ城みたいなやつあると思うんですが、浮遊城。まあ次はここに行きます。で、アイテムでですね、まあ、突入することもできるんですが、まあ、そのまま今ね、すぐ乗り込んで、もう倒すことできます。橋作ったやついたと思うんですが、あいつのとこ手に入れたやつですね、これ。まあ、だいぶ前かな。動画的には何本か前になるんですが。はい。ということで、今回はですね、これで終わりたいなと思います。まあ、次はね、ワグナスのところ、乗り込みたいなということで、今回はこれで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。